どうも、このまるです。きいたろうです。JO1ハウス第4話、感想。今回は美容部ということで、なんか JO1 がいろんな美容を、初世ときまったと鶴房しおんで、フルネーム。なぜかフルネーム。まあ、しおんね、3人が、なんかいろいろやっててくれたけど、ちょっとさ、先にさ、ちょっとおじいちゃんのところおもろすぎおじいちゃんになるとこおじいちゃん JO1 ね、あそこのなんかいろいろさ、顔の形とかさ、変わりすぎてさ、こんな顔なんか大きくなるんってびっくりしたよね、いろいろ。確かにまあもちろんね、可愛い人もいるし、あれ何なんかな、アプリなんかな、アプリなんかね、なんだろうね、ちょっとやってみたいわ。でも私やりたくない、なんかもう現実って感じになりそうで嫌だ。あ、確かに確かに確かにいや、やめとこうやめとこう急にやめたくなった急にやめたくなった。まあまあ、その話はちょっとおいおいね、やっていこうか。はい、じゃあまず初めに、最初に肌診断3人がやってたんだよね。で、美意識高いのが木俣と初世だから、まあなんか2人はね、自信がある感じで、シオンは何も割としてないみたいな雰囲気だったけど、どんな感じだったのかってなると、意外とみんなね、そのままなんか年齢、そうそうそう、年齢のね、ままでもなんか肌年齢はさ、あの2人の方が年上なんだっけ。いや違うよね。いやこれ S4 だからみんな一緒の年かな。ためだよね。あ、そっか。みんなため。健康度は低めだったね、シオン。シオンだけ40点だったよね。肌年齢的にはなんかそんな問題もなくって感じで。そう、俺もね、去年だっけな、肌診断したんよね。してた。クリニックで。したらね、実年齢のマイナス5歳だった。おー、めっちゃいいじゃん。いやでもさ、もっと本当はもっと下が良かったんだけど。いやいや、何を目指しとる。そう。一応ね、マイナス5歳だった。でもっていうか、なんかさ、肌年齢のさ、診断するときさ、みんな3人とも顔突っ込んだじゃん、なんかどっかの機械みたいなの、なんかあの時の顔めっちゃ綺麗だなと思って。ああ、そうだね。なんかそのままでめっちゃ綺麗やんと思って。でもまあ言っても化粧はしてると思うけど。まあねなんか俺さ、自分がさ、肌診断やったときさ、もうありとあらゆるもの見えてさ、毛穴とかマジで泣きたくなったんよね。すごい、やったことない人しか分からんやつだね、それ。そうまあでもそういうあらが分かるような、まあそれでね、ここ改善していきましょうみたいなやつだから、まあしょうがないんだけど。そうだね、確かに。そうだから、なんかやっぱアイドルだなと思って。なんかさ、あれ、シミとか浮き出るみたいな、なんかシミがこう隠れてますよとか言われるやつ系、それ。あ、そうなんか本当は今は見えないけど、隠れたやつがこれがどんどん出てきますよみたいな、特殊なライトみたいので、なんかめっちゃシミとか浮き彫りになるん。すごい怖いじゃん、それ。辛くない？辛い。そうだから、やらん方が良かったかなって、ちょっとマジで帰り道ちょっとしょぼーんってなったよね。そう。いや私もね、それが怖くてね、私そういうのやりたくないのよね。なんか現実知っちゃうとね、そう知らんくていいのよ、そういうのは。そうだね、向き合いたくないだけなんだけどね。何の話で、先にその流れから3人のさ、先に決まった初世シオンの3人のね、おじいちゃんになった時のね、顔が、写真がそうパッと出て、もう最初にもうさ、木俣の顔の時点でもう面白かったわね、私。そうだって俺さ、アーシャめっちゃ好きなんぜ。ボントビーワイルドのこの顔ね。そう、木まためっちゃ好きなんに、もうおじいちゃんになっとるもん。すごいよね。でも初世とかめっちゃ綺麗だよね、顔。なんかそう、初世可愛い、なんかもう美しい美人なおばあ様って感じだよね。そう品漂うおばあ様になってらっしゃる。そう初世全然あり。でもありっていうかね。で、シオンさ、なんか全体的におかしくない？これはどうした？これ。だからシオンは、でもなんかこういう、なんかゲートボールするおじいちゃんいそうじゃない？でも。これなんか、このさ、黒いさ、影は何なんだろうね、鼻の。わかんない。すごい焦げてるじゃん。焦げてなんだろう、これめっちゃおもろいよね。面白かった。いやー、あんなイケメンのシオンもやっぱりおじいちゃんになったらこうなってくんかね。どうなるんだろう。その後、肌診断した後に針、美容針のね、リフトアップサロン、ザブーのね、拾うみたいな、ちょっと麻布のハリー君みたいな名前のとこだったね。ハリさ、なんかまずさ、ハリって私もやったことあるんよ実は。うん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 。でも太郎もあるんでしょ。ああそう、美容針一回やったことある。でも結構効果ない。ああでも確かにね、なんか目がねパッチリしたかな、なんかすっきりして、うん、この辺が。うん。うんうん、てか AKB で一時期めちゃくちゃ流行ってたもんね美容針。確かになんかにゃんにゃんあたりがさ、そうそう、うん、それのやつで私も行ったんその流れで、その流れで、流行ってたから、だからそのなんかねその時のことを思い出したわ。うんね、ハリねいいよね、行きたいなまた、うん、でもなんかさハリ打つとさちょっとなんか私体もやったことあるんよ、背中とか、なんかちょっと重くなるよね、わかる？あ、体でも体はないわ。そうなんだ。あでもなんか聞くね、うん、結構そのダウンタイムじゃないけど、うん、一回ちょっとだるくなってすっきりするみたいな感じだよね。そう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 、うん、でさ、でもこの今回のさやってた美容針はあの電流流してるやつ、うん、だったからそれはねやったことなくって、やっぱ電流流すと違うんかなと思って。確かにあれだって、うん、木俣すごいなんか施術後すごかったよね、なんかわざと目開いてるみたいにパッチリしてたよね。そう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 、うん、そうそう、だから電流がすごいってなって、なんか私最近あの YouTube とかでよく見る電気バリブラシっていうめちゃくちゃ高い美容器具あって、20万とかするんだけど、すごい高くない？高えなんか電流がいいってなったら、それもさ電流流す系のやつだから、もしかしたらそれ買った方がトータル的に安いと思ったらなんかありなんじゃないかっていう。あそれは痛いん？大丈夫？チクチク？まあ、それは痛くない程度の電流なのかな。いやなんかねジェルみたいなの顔に塗ってそれでやるっぽいよ。そうなんだ。そうでそれしたら、まあ、まだ耐えれるみたいな感じらしいんだけど、ちょっと気になってるのよ。でもねヤーマンとかでも3万円ぐらいで出とるからあそうてかなんかサッシーの YouTube とかでやってなかったっけ？サッシーもなんかやってたかな。あかりんではやってた。あかりんもやってた。吉田のあかりんさんもやってた。吉田あかりんやってた。ああ、うん、なるほどね。サッシーはね私たまに見てないのあるから、ちょっとそうなの。サッシーのねナイトルーティーン見てじゃあやっとるかもしれんね。多分やっとった気がする。でもサッシーいろいろやってるからな、分からん。ちょっと電気針はやっとったか分からんけど、中里依紗さんもやってたわ。いっぱい出てきた。結構見てた。でさあれさ、なんかさ木俣がさその針やる前にさ、うん、なんかこめかみとか前頭部のマッサージしてたじゃん、うん、でなんかさこめかみのマッサージ大事ですみたいなこと言ってさ言ってた先生でしょ。見ながらやったんだけどめっちゃわかるわ。そのさなんかもう気になりすぎて、なんかどんどんその老廃物流した方がいいのかなとかさ、思い始めてめちゃくちゃマッサージし始めるよね私ね。うちらもそう JO1 ハウス見ながらやり始めたんだけど、こめかみグリグリグリっつってなんかねやらなきゃいけない感じになってくるよね、あれ見てると。そういやちょっとやっぱそうだね。確かになんか肩周りとかもすごい凝っとるから最近、上にちょっと3秒上げるだけ、3回上げるだけでも違いますよみたいな。そういやこれからちょっと意識しようと思って仕事してる時とか、うん、いやわかるわ。やばい、なんかもう全然JOハウスの話じゃなくなってきた、うん、いやなんかでも本当この美容部に入った感じになってきたよね。そういや美容部マジ入りたいってか、なんなら枕投げ部より美容部の方が入りたいかもしれん。確かに確かに、なんか枕投げ部は楽しいけど、なんか長い目で見たら美容部の方がちょっとなんか良さそうだよね。そうちょっとなんかやっぱ受けたいしいろいろだって受けさせてもらえるんやろ。そうまあ書生みたいにちょっとできんかもしれんけど書生かわいそう、あんな興味ありそうなのに書生ね、めちゃやりたそうなにね。その次が小顔矯正術、なんか痛そうな感じのやつだったけど、うん、まず先に先生がさなんか顔の状態見始めて、3人のそれでなんか診断っていうか判断していくような感じね。なんかさすごいね、やっぱプロってすごいね。なんか見ただけでねこっちは下がってるとかこっちがちょっとね上がってるとかね。まあそれでさ先生がそれでシオン選んで、でなんか骨盤をさなんかクキックキッってやってるじゃん、ね、マジあれやってほしいんだけど。でもめっちゃ痛そうじゃないあれ。うん痛そうだけどめっちゃすっきりしそうじゃない。骨盤ってやっぱねずれるっていうからね。てかシオンそんなに痛がってなかったけど痛いってめっちゃ言ってたし、その終わった後めちゃくちゃ痛いっすよみたいな言ってたし、うん、いやめっちゃ押してたよね先生、うん、しかもね顔なんだよ、口の中とか指入れられて。でもあれやってほしいな、なんかめっちゃすっきりしそうじゃない？でもあれおえってなりそうじゃないシオンでもところどころね顔がねやられてる時の顔あんまりこうわーみたいな声を上げんけど、めちゃくちゃ面白いっていうか痛そうなおもろい顔をしてたよ。わかるわかる、痛面白い顔してたよねでもやっぱ痛いんだろうけど、すっごい小顔になりそうな気がするこれは。ね、なんかシオンめっちゃてかシオンもともとめちゃくちゃ顔整ってイケメンだけど、なんかさらになんかね、うん、シュッとしてたよねやっぱあのリンパの後リンパマッサージ。シオンってさ、うん、目もはっきりしてるにそれでも全然違ったじゃん。うんうん、すごいよね。いやいいな。いや痛そうだけどね。でも効果があるって思うとなんか耐えれてしまうかもしれない。いや美容のためだったらちょっとやりたいかも。いくらぐらいなんだろうね。でも結構高そうだってこれ即効性あるから割とすごいいいねお値段しそうな気する。あーなるほど、うんうん、じゃあその後イヴ・サンローランのトレンドメイク術、ここまでね小生がもうやってないねんななんも俺みたいな盛り上がりていねんけど一つもやってない言うてるそうそうそうかわいそうに。しかもここ別に3人ともやったしねこのメイクねあそうだね確かに小生はほんとなんか全然できんかったね。で先にイエベブルベの布かけてなんかゴールドとシルバーのやつ、木俣がブルベー、諸星がイエベ、シオンがブルベーみたいな感じで、こうなんか最近のメイクのトレンドだよね、うん、このイエベブルベーなんかこれすごいよく聞くよね。なんかやったことないからやってみたいんで、やってみたいってか別にメイクあれだからあれかでもなんかさ洋服の色とかにも関係するんだよね。うんうん結局似合う色が分かるところだからね。やったことある？ないよ。ないけど私は自分勝手になんかイエベだなって思ってる。あそうなんだ。自分でもやっぱ診断とかできる、あてかまあ自分でそっか似合う色を把握してるってことか。あそうそうそうなんかね化粧でこうなんかピンクっぽいローズっぽい色青みがかってる色やるといつもしっくりこんくて、なんでだろうって昔思っとったん、うんうん、で最近これ流行り始めてあ自分イエベなんだと思ってその似合わないってことはって思ったわけ。ああそれで分かったんだ。うんうん、面白。だから私小生と一緒だわ。なんか気になるなと思って、なんかそういうあるじゃんそう診断してもらうとことかも。うんうんうん、でも自分多分ブルベな気がするよ。あ本当。うん。なんか青い感じがする肌の質が。あそうなんだ。あ俺ブルベなんだ。分からん黄色っぽくはないな。あでも確かにそうかも。なんかさアクセサリーでさゴールドとシルバーどっちつけてるよく？シルバーじゃない？シルバー。でしょ？多分シルバーが似合うってことはそうだと思うよ。うんあそうなんだ。でもゴールドも好きなんだけど確かに若干しっくりこんかも。うんそうだねゴールドって感じせんわ確かに。ああそうなんだ。俺ブルベなんだ。うんごめん何の話みんなめっちゃかっこよくなったよね。いや本当に、うん、私初世のメイクも好きだな。なんか木俣のさこの目尻のちょっとブルーな感じとかもなんか良かったし、うん、うん、そうだね。てかさこれさやっぱ全部イヴ・サンローランなんかなと思ったらさめっちゃいいなって羨ましくなったわ。イヴ・サンローランねあれねタイアップとかしてたしね。うん高いよあそうなんだ。あちょっと相場があれだけどまあ高そうだよねまあまあデパコスって言われるやつだからデパートコスメだからねやっぱりお値段はしますよそりゃいろいろ。そうだよねうんなんかさ美容液とか1万超えてくる気がするよ確か。嘘でしょ？分からんけど知らんよ知らん。でもしそうだよね。しそうしそう。まあそれでね全員完成っていう感じでステージメイクって感じだよねこれ完全に、うん、そうだね割となんか日常っていうよりかは割ともう表舞台に立つ時の、うん、みたいな感じだよね、うんうん、だって結構がっつりアイメイクがっつりするとやっぱそうだよね。そうだね、うんうん、そうメイクが終わった後にスタジオ戻ってみんなの未来予想図の写真が未来想像図ねそれドリカム、ね、予想図2ねはいはいこっちの方がね名曲の方ね、うんうん、じゃあ全員のはこんな感じでいやなんかみんないい感じに面白いからさ面白いってなんか失礼こうやってなんか並べてみるとめっちゃおもろくないいや本当にてかそうだな、うん、個人的にねいやビジュアルキングが誰ってなったらねおじいちゃんビジュアルキングおじちゃんビジュアルキングね、うん、そうだなマメちゃんかルキかな私は。いや俺も絶対ルキは選ぶけどそうだねいやマメちゃんかルキだわてかルキだわいやてかルキルキだね。てかさルキさビフォーの写真めちゃくちゃイケメンじゃなかった？おいわかるわかる。なんかさこれさ普通に撮りますよって撮られてこの顔なんそうやばくない？そんなことある？てかさいやなんか俺別にだからルキだけじゃなくてみんなに感動したんだからやっぱみんなアイドルだなと思ったんよこの不意にさ撮りますっていきなり言われて撮られてこの顔ってすごいなと思ったんだけど、うんうんうん、いやでも中でもルキやばいなと思って。いや本当にこれこそ王子じゃん、うんうん、これさ何もしてないよね。嘘でしょ？いや意味わかんなくない？めちゃくちゃちゃ綺麗だよね。うん。てか火の打ちどころがないってこのことじゃない。やば。私だって今すごい拡大してるもん、ルキの顔。わかるわかる。ほらほら。てかそんな拡大してると思わんかった。めっちゃ綺麗じゃない？怖っ。めっちゃイケメンだね。やば。でもさ、この顔がさ王子って思ったらさ、やってけるよね、民は。やってける。いやもう何でもさせてくださいって感じだよね。だってあの王子が言うならって思うもんね。うん、それはそしたらちょっと税がちょっと上がったぐらいだよね。大丈夫ってなるの、ね。もう全然支払います。ルキアはね、もうね、ちょっとこれはちょっともうキング、やっぱもうキングだね。うん、キングだし、うん、キングだね。おじいちゃんキングだね。違う、プリンスだしキングだね。あ、プリンスだし。そう、キング&プリンス。どういうこと？私、キンプリあんま分からんから。そうだよね、そうだよね。いやー、かっこいい。で、マメちゃんもでもね、可愛い。うん、そうだね。なんかマメちゃん、自分のおじいちゃんに似てるって言ってたよね。うん。うん、そしたらなんか、俺のって言ってたね、敬語。そうそう。なんで敬語のおじいちゃんなんよ。でもあとね、ちょっとね、見た瞬間、ちょっと、これずるいやろっていうのは、私はね、スカイかな。いや、スカイはこれ笑っちゃうよね。うん、だってもう顔の大きさがなんか膨れ上がってるもん。これなんかちょっと編集側ってか、そのなんていうの、加工側にちょっとね、いたずら心が出てるよ。うん、だってさ、ちょっとさ皮膚が垂れ下がるといえども、ちょっとここまでさ大きくなるって思うよね。確かに。顔の大きさ違うわ。あと、いや、レン君も笑っちゃった。てか、レン君の帽子もちょっと笑っちゃったんだけど。どんぐり帽みたいなやつ。そう、レン君しない方がかっこいいのになとか思いながら、うん、まあ、レン君もさ、なんか面白かった。なんかレン君もなんかゾーンってなってたじゃん。なんか顔が大きくなってて、うんうん、なんかさ、敬語がさワイプで、これ絶対同じのやったら同じ感じになるからちょっと変えてきてるやろとかつって。他の人とはね。そうそうそう、鋭い。で、なんかそしたら純喜が「ちょっと増やしたやろ」とかって言って確かにこれもうさすがに悪い意味で持ってるよね。だから純喜もなんか割とイケメンのおじいちゃんって感じ、うん、ハンサムなおじいちゃんって感じかな。そうだね、うん、でもてかさ、みんなさ、これさ、おじいちゃんだとしてもよ、うん、並んだらね、実際にいたら多分イケメンよ、これは。いや、そうだよ、これおじいちゃんでもめちゃくちゃモテるやつだわ。うん、うん、モテるじいちゃん、さすが JO1。 そう、もうこれはもうモテるじいちゃん JO1 だよ。GO1。最近まめちゃん誕生日だったじゃん。うん、で、ツイッターにさ、誕生日になったら色紙的な感じで画像を上げてくれるじゃん。うん、毎回誕生日恒例のね、メンバーの。そうそうそう。ああ、好き好きあれ。うん。そう、あれでさ、なんか純喜がこれからも一生よろしくなって書いてあるから、うん、そう、一生ってことはやっぱこのおじいちゃんになるまで一緒に、このおじいちゃんの顔になるまで、この顔になるまで一生いるんだと思うと、なんかね、ちょっといいよね。ああ、確かに。いや、だからこれはさ、ちょっと、まあ、若干番組的にはさ、ネタ的な感じでおじいちゃんの画像出したけど、うん、いや、この姿になってもメンバー一緒にいるってことね。そう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 。ああ、いや、感慨深いねそれ。うん、うん、もしかしたらこの顔のままなんか無限大とかさ踊ってくれるかもしれんよ。いや、その時やっぱヨナはまだ筋肉あるんかな、がっつり。いや、でも筋肉一回鍛えられてる方は多分もう癖になっとるから、筋肉鍛えること。ああ、おじいちゃんになっても鍛えるんかな。うん、鍛えると思う。J1 がおじいちゃんになってもね、ジャムで痛いよね。うん、そうだね。でもさ、一生言ってくれるらしいからさ、みんな JO1 はメンバーで、うん、ね、うん、いてくれるらしいから、もしかしたら我々もずっとこうやって JO1 追いかけられるかもしれんね。確かにそうだね。でさ、こうやってさおじいちゃんのやつとかやったけど、まあ、そもそもこの美容部としては結構なんかいろいろメンバーがさやってくれてたから、針とかさ、メイクとかで、私的にはね、結構なんか久々にこう美容への意識、電気バリブラシ欲しくなるぐらいだからなんかね、最近ちょっと衰えてたんですけど、美容への意識が。なんかちょっと久々に復活したいよね。うん、ああ、わかるわかる。なんか美容ってさ、やっぱりなんかもう、なんか意識ある時はさちゃんと頑張るんだけど、なんかもう毎日日々のものだからさ、うん、なんかちょっとね、もういっかって面倒くさくなる時も多いんだよね。いや、マスクだしさ、生活が。あ、そう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 、そうなんだよね。だから、また久々にね、ちょっとまたモチベーション上がってきたから。まあ、てかさ、これ定期的にやってほしいね、美容部。うん。いや、面白かったよ、私は。うんうん。でもこれ本当、でも次のさ、この美容部やったら、私その時はもう電気バリバリし買っとるかもしれんね。高い。そしたらぜひここで効果のやつ教えて。顔出ししてないのに。上がりましたっつって分かるわけなくない。確かに。